はい、じゃあこれからね、あのバラしていきたいと思います。ちょっとねカメラ固定 でちょっと距離あるんで、あの声がねないかもしれないですけど、あのご了承いただいて、はい、まずこう上の天板を外していきます。もうね、すごいネジの量なんですよ。ネジが外れたんで天板を外します。ご対面って感じですね。すごい危ないことをしてる。天板を外しました。はい、ふとね、疑問に思う、いつも思うんですけど、これ例えばね、今うちの売り値が、ちょっとキャンペーンでね、輸入元が安く出してくれてるんであれなんですけど、通常はね、自賠責1年と、あと重量税、あと登録代行、そういうのも全部含めて、でガソリンとかね入ってないですから、新車なんでね。であとツーストの場合はオイルも入ってない、ね、だそういうのも全部やって、で乗れる状態にしてですね、で449,800円で、これがねやっぱりいや高えなと思う人もいるわけですよ、ね、でも現実はね、他のオートバイ見てもらえば分かるんですけど、結構安いじゃないですか。250だってやっぱ40万っていう車両なかなかなくなってきましたよね。で、それはいいんですけど、でこれをねちゃんとこういう風にね梱包して、で海外に送って、でそれをね持ってきて日本に、それで下ろして、
それでも安いわけ。それでもうちの最終的にうちの金額でその金額で売れるってことはどんだけ安いんだと思ったりもするんですけどね。やっぱりあの開発費とかがもうかかってないからですかね。あのもうね、初めに80年代に作ってずっとね継続で作ってるからっていうことなんでしょうか。でとりあえずじゃあね、あそこで余計な話はどうでもいいです。中をね見ましょうね。はい、じゃあね、はい、ね上がっていきましょう。はい、あーなるほど、そうですよね。あ、まあ、よく私のことはいいですね。はい、こんな感じです。はい、こんな感じになってます。はい、2台ねこう綺麗に並んでますね。はい、それでですね、まあ、フロントホイールがね、まあ、ここまず片側のここに入ったりとでちゃんとそれを固定するもので、あのハンドルがないんですけど、そこにねこうコンテナでこういう風にしてここそこに固定してるんですよね。フロントフェンダーはあただ乗っかってるだけです。はい、これ2枚入ってますかね。はい、であと後ろもねタイヤのところでこれがタイヤで押さえて、るんですよね。だからなかなかねこういうのもこう考えて最初作るわけじゃないですかね。そういう手間とかねいろいろ考えてどうなのかな。で私あの前から疑問に思ったんですけど、これ新車、一応新車なんですけど距離がね2キロとか3キロなんですよ。でふとやっぱり2キロあの初めからねそうなんですよね。はい、だからまああのうーん新車といってもねちょっと少しだけ動いてると、このコンテナの状態にするまでこう運ぶんですかね。なんか一回組んでからこの状態でもう組み立ててるというよりもなんか車両を組んで持ってってからこうやってるんじゃないか、うん、そんな気もするのですがいかがでしょうか。はい、こんな感じですね。はい、そしたらね今度はね側板っていうんですかね、横の板をね外していきながら、バラしていくと、ああいうことでございます。はい、ちょっとね一旦置かせていただいて、はい、長くなるので一回ここでねあのその1ということで終了させていただいて、ですぐ続きをその2ということでやるっていうのはいかがでしょうか。はい、じゃあねちょっと一回切らせていただきます。次回続く